YouTuber 木村拓哉が伸び悩み報じられた事情、日本記録のスノーマン上回る1週間で登録者数20万人超の現実。2024年1月1日に自身の公式 YouTube チャンネルを開設した木村拓哉。チャンネル登録者数107万人を誇る草薙剛に次ぐ元 SMAP メンバーの YouTuber デビューに注目が集まったが、一部報道で指摘されたのが伸び悩みだった。2023年3月までギャオで配信されていたインターネット番組木村サーアンを踏襲する形でスタートした木村拓哉チャンネル。しかし近年はオワコン化も囁かれる YouTuber に今更感を持たれたのか、待っていたのは好スタートとは言えない現実。22万人と言ってもピンとこないかもしれませんが、YouTube 登録者数や再生回数の数字を統計するサイトによると、1月時点での登録者増加率ランキングにおいて、木村さんのチャンネルは全 YouTuber 中の2位にランクインしています。大晦日の生配信前に登録者数300万人を突破した、スノーマンも20万人に到達したのは1週間以上経ってからと記憶しています。木村さんはそれをはるかに上回るペースだということ。